こんにちは、芦田保育園鷺沼園園長の関野と申します。よろしくお願いします。どうぞ保育園の中ご案内しますので一緒にいらしてください。はい、ここが玄関ホールになります。こちらつくし組0歳児になります。0歳児さんは定員が5名になります。はい、どうぞ。鷺沼園では絵本をたくさん揃えています。よむよむ文庫といって、お家に貸し出しもしておりますのでぜひご利用ください。はい、こちらがタンポポ組1歳児のクラスになります。ここは床暖房になっておりますので広々と子どもたちが遊べるようになっております。はい、こちらが給食室になります。手作りの給食、おやつも手作りになっております。おいしい給食をいつもこちらで作ってもらっています。こちらが園庭になります。夏は水遊びもできますし、小さいですけれども砂場もありますので、乳児さんもたくさん遊べます。子どもたちと一緒に野菜を育てたりお花を植えたりして、季節を楽しんでいます。それではお2階の方をご案内いたしますのでついてきてください。続いてこちらの方どうぞ。2階の方、多目的ホールということで、いろいろな活動にここの廊下も使えますので広々と子どもたちが活動することができます。こちらが2階の子どもたちのトイレになります。シャワーもできますので汗をかいたり汚れたりしたらこちらで洗っています。はい、こちらスミレ組が2歳になります。はい、こちらが3歳児クラスです。チューリップ組になります。はい、こちらが4歳児桜組です。こちらが5歳児年長のクラスになります。ひまわり組です。
で明日葉保育園鷺沼園の皆さんが休憩中なので突撃インタビューをしてみたいと思います。失礼します。皆さんちょっとインタビューいいですか？はい。それではまず三木先生に聞いてみたいと思います。三木先生は何年目の先生なんですか？明日葉保育園は3年目です。あ、明日葉保育園はっていうことはここに来る前は何をされてたんですか？幼稚園で働いていました。幼稚園と保育園の違いで大変だったこととかありましたか？大変だったことはもちろんたくさんあったんですけど、特に一番驚いたことは有給というものがあることに大変驚きました。人生で初めてここで有給を取りました。あ、有給はどんなことに使ってるんですか？旅行に行っています。素晴らしいですね。ありがとうございます。では次にこちらの男性保育士に聞いてみたいと思います。酒井先生は何年目の先生なんですか？明日は2年目です。はい、2年目の先生なんですね。はい、こちらに来るまでは何をされてたんですか？保育園の先生です。あ、じゃあ保育士としては何年目の先生なんですか？4年目です。4年目の先生なんですね。酒井先生はお子さんがいるということで子育てとの両立で大変なこととかもあると思うんですけど、いかがですか？はい、ここの保育園はシフト制で、子供の送り迎えに融通が効くので大変なことはないです。素晴らしいですね。ありがとうございます。ではこちらのちょっとお若い先生に聞いてみたいと思います。ひとみ先生は何年目の先生なんですか？3年目です。3年目ということなんですが、ひとみ先生は新卒でここにいらしたって聞いたんですけど、新卒ならではの大変さとかありましたか？もちろん、仕事を覚えるのは大変だったんですけど、1年目の頃から田植え研修や本社の研修がたくさんあったので、すごく勉強になった1年でした。じゃあ特に大きな不安はなかったということですね。はい、本当に先輩方がいつも面白くて優しくて、いろんなことを教えてくれるので、何にもできない私でもとっても楽しい仕事ライフが送れています。ありがとう。はい、では次に結城先生に聞いてみたいと思います。結城先生、何年目の先生なんですか？3年目です。こちらに来る前は何をされてたんですか？学童保育で働いたり、この会社の別の事業で、コンビニで働いてました。いろんなことされてた先生がいらっしゃるんですね。結城先生はピアノ得意なんですか？苦手です。苦手でも大丈夫なんですか？はい、それぞれの得意なところとか、苦手な部分をお互いに補っていけるところが詐欺の面のいいところだと思います。ちなみに結城先生の得意なことは何ですか？スポーツが得意。じゃあ体操の先生みたいな先生ですね。はい、では最後に美奈先生に聞いてみたいと思います。美奈先生は何年目の先生ですか？明日は保育園7年目になります。7年目なんですね。美奈先生には何か仕事以外にも熱中していることがあるって聞いたんですけど、何ですか？テニスをやってます。テニス。趣味があってお仕事と両立できますか？はい、できます。平日にほとんど残業がないので夜テニスやる時間があって週3回ぐらいできてます。週3回も充実してますね。すごいことですよね。はい、それでは皆さん休憩中に失礼しました。ありがとうございました。明日の保育園鷺沼園では職員一人一人が個性を生かしながら楽しく保育をしています。ぜひいらしてください。お待ちしています。